はい、皆さんこんにちは、松です。本日の動画はですね、副業せどり、仕入れた商品のその後、実績紹介しますということで動画を、上げさせていただきます。先日ですね、こういったものを仕入れましたよという動画をですね上げさせていただいて、まあ、その結果をですね、今の5月18日の時点でですね、もうポツポツ売れてる商品ありますので、紹介をしていきます。まあちょっと、売れてないものはあるんですけど、まあ、これが副業せどりの実態ということで包み隠さず紹介をしていきます。ちなみに私はですね、副業で中古品せどりに特化して活動しております。店舗中古品メインでオールジャンル仕入れを行っております。仕入れた商品や利益商品など実績を発信して信用していますので、もしよろしければチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは本日の本題に入ります。1点目がですね、エンフォンドのカジュアルパンツを紹介しました。予想の売上の予想額が1万円前後、だったんですけど、結果の方が、すいません、まだ売れておりません。申し訳ないです。こちらですね、ちょっと回転がいい商品だと、まあ、実際回転はいい商品だと思って仕入れたんですけど、今、現在売れておりません。まあ、何度か売ってる商品なんで、確実に利益の方は出ると思うんですけど、今現在売れておりません。また売れましたらですね、レディースのアパレル編ということで、必ず紹介していきますので、そちらの方をご確認のほどお願いいたします。2点目がですね、紹介した2点目の商品がスティーシーの T シャツ XL ということで、予想方が6000円前後で売れるだろうということで仕入れをいたしました。こちらの商品の結果が、はい、売れております。売上額が、5000円、仕入れが2750円、利益額が1550円になっております。ちょっと予想とですね1000円ぐらい差が出てしまったんですけど、メルカリでよくある価格の相談があってですね、まあ、5000円どうですかということで受けましたので、まあ、1500円ぐらい利益取れるんならまあいいかなということで、まあ、500円に下げてですね、購入していただきました。まあ、T シャツなんで、まあ、5月、4月、5月ですね、ちょこちょこ回転していってくれてますので、これからの季節は暑くなるので、こういった T シャツがよく売れるのかなと思いますので、皆さんもぜひですね、T シャツの方の仕入れを、してみてはいかがでしょうか。利益額がちょっと小さいんですけど、必ず回転してくれる商品だと思います。3点目いきます。1点目がですね、フォルナのナイロンビリーフバッグになります。売上の予想額が4000円でした。結果の方が、すいません、こちらまだ売れておりません。まあ、このフォルナのナイロンのバッグなんですけど、やっぱりレザーの方がですねすごく回転も良くて高単価ですので、こちらちょっとナイロンになってしまっているので私の仕入れの判断があまり良くなかったんですが、まあ、4000円ぐらいで、まあ、売れてくれるだろうと思うんですけど、まあ、今少しずつですね高値の方から値段下げてますので、まあ、必ず値段下げていけば売れるだろうと思いますので、このまま値段を下げていって、様子を見てみます。また売れましたらですねこちらの、まあ、メンズのアパレル編ということで、実績を必ず紹介していきますので、よろしくお願いいたします。3点目がですね、紹介したブラック進化ギア、おもちゃになります。売上の予想が4000円、前後ということで、予想してました。こちらの結果がですね、はい、こちらの方が売れてくれてます。売上額が4500円、仕入れが2200円、利益額は1150円になっております。こちらの方はですね、まあ狙い通りの金額と回転の日数ですね、まあ大体1週間ぐらいで売れてくれました。まあそんなに利益取れないんですけど、1週間2週間で1150円取れればいい方だと思いますので、まあおもちゃですね、やはり非常に回転がいいので、ぜひおすすめする商材になります。日本育児のニューファミリーゲートになります。予想金額が7000円、前後の予想で、そうして、結果がですね、はい、こちらの方も、売れてくれてます。売上額が8000円、
仕入れ額が1980円、利益額が2470円になっております。これもですね、比較的2週間ぐらいで、売れてくれました。予想が7000円だったんですけど、8000円の、若干、高値で、売れてくれてます。8000円で売れて、仕入れが1980円だったんですけど、これがですね、商品が物が大きいので、ですね、実際ヤマトの180サイズで、送れました。180サイズで、ラクラクルメルカル便は使えないので、送料が2700円ぐらいになったと思います。2700円取れたとしても、利益が2470円、取れているので、いいだろうという形で紹介しています。これ一つだとですね、やはり送料負けしてしまうので、ほとんど利益は出ません。なのでセット売りすることで、大体、7、8000円になるので、7、8000円になって送料が2500円ぐらい、考えてれば、大体これぐらい取れるので、こういったものはですね、物が大きいのはセット売りしてみると、売上価格が上がって、利益が2、3000円取れるかなというところで、こちらの方も良い商材だと思いますので、皆さん、ベビーコーナーですね、必ずありますので、見かけたら、リサーチの方を、してみるのをお勧めいたします。最後にですね、このチャンネルでは中古品セドリに特化して有益情報をシェアしていきます。今回はですね、利益、仕入れた商品のその後ということで、実績をですね、皆さんの方に、お見せ、したくて、撮りました。売れてない商品ありますんですけど、これが僕の、実績ということで、情報をシェアしていきます。またですね、中古品セドリのですね、利益情報、利益商品等をですね、今後もどんどん、動画上げていきますので、もし有益に思いましたらチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。